ごきげんよう、アウトラスト。おっと、ドリンキート。続きからやってまいります。今、ロードしたところ、前回の、お食事中の方のちょっと前に、ロードされたようですね。で、今からもう一度、お食事中の方の、もう音が聞こえるところを通っていかないといけないようです。はい、じゃあそっと行きますか。もう一回、真っ暗だな。いやー、もう音がしているんだな。もう一回見ていきます。うん、そう、頭チンしたんです。はい、いや、こっから先はいいや。じゃあ先行っちゃいましょうか。ドア閉めていこう。彼が追いかけてこないことを祈って先に進みたいと思います。さて、あ、真っ暗だ。目標は刑務所内の無線機のところまで行くということで、前回エアダクトを通っていた時に無線機があるよっていう話を盗み聞きして、聞いたので、その無線機のところまで行きたいと思いますが、ドアを手錠から離す。なんか声が聞こえますね。電池が少ないので、よいしょ、切っちゃいますが、これクリックしても何も起きませんね。じゃあやっぱこっちでしょうか。よいしょ。で、無線機を使って助けを呼ぶんでしょうか、それともそこからマスコミに垂れ込みというかするんでしょうか。よいしょ。なんかいますね。さっきの人じゃないか。うわー、手にはやっぱ物騒なものを持っていますけど、ここも暗いな。ちょっと暗いのは嫌だな。もしかしてやっぱり追いかけてくるのかな。ちょっとなるべく明るそうなところ、この電池がないので通っていきたいと思いますが、うわいますね、いますね。お肉じゃない、お肉じゃない。よいしょ。あ、ちょ、閉めて。で、よいしょ。上。怖がらないで。助けたいんだって言ってますね。お、秘密を教えてくれる。ダメだ、言葉が通じそうにない。こっちに行きましょう。でも襲ってこなくてよかった。ちょっと普通にお話できるかなと思ったんですけど、いや、ちょっと高いところ登って、
なんでついてくる。お、手錠の鍵。かゆいのかい。はい、わかりました。うん、あれで怖がらないでっていう方が、怖がらない方がおかしいですけどね。さあ、手錠の鍵を手に入れました。これからさっきの手錠を開けに行きたいと思いますが、うん、戻りたくないな。ちょっと暗いところに、あ、電池がない。暗いところにいて、ここならこう見つからないだろうなと思ってしゃがんでいたら、あ、電池が欲しいな。よいしょ、乗り越えて。ごめんなさい、ちょっとチカチカします。こっちではないですね。結構暗いところでも見つかってしまうんですよね。うん、やっぱ常に動いてた方がいいのかな。ここはさっきのとこだ。さっきのとこだ。手錠のある方はどっちだっけ？どっちだっけ？こっちでしたっけ？あ、こっちですね。よし、ちゃちゃっと、ちゃちゃっと開けて。よし、あの人は高いところはついてこないようですね。お肉なんですけどね。お肉なんですけど、まだ食べるにはちょっと熟していないというか、なんか動いてますね。うわー、なんで電池が全然ないんだ。どこか見逃していますか、それとも初っ端から使いすぎたのかな。何も見えないよ。うわー、電池欲しいですね。ありましたね、電池。電池じゃないですね。ちょっと叩く音。松明とか持っていけないんでしょうか。ここは接触する。これを押すと仮装、あ、仮装するんですね。なんで精神病院の。これはやばいです、これはやばいです。ちょ壊すしかない。急いで急いで。よし、もろくてよかった。ダメだ、光が届かない。真っ暗じゃないか。電池電池電池。こっちには来られないんですね。じゃあちょっとゆっくり電池を探しましょう。来られるじゃないか、こっちに。痛い。ダメだ、戻れないですね。ちょっと電池がないと、電池がないと暗いとこで活動できないんですよ。あ、え、こっちと、こっち真っ暗ですけど、こっちに行かなきゃいいのか。こっちに行きましょうか。よし、お、出口だ。やっぱり結構脅かしてきますね。ここはちょっとちっちゃい礼拝堂みたいなところですね。一応電池なくても少し明るくしてくれるんですが、近くだけみたいですね。で、あ、ドキュメント。ドキュメントはさらっと読みましょう。神と家族。クラーク神父。この人は、このことを外部に伝えるんだって前回言ってた方ですね。さて、真っ暗だな。電池がないな。次行きますか。
あれ、ここはもう先に行けそうにないですよ。じゃあやっぱりさっきの暗いところ行かないといけないのかな。上に登れますね。ちょ、さっきの方は電池切れだったのかな。ドリルというかそのノコギリの、それとも焼いて食べた方が美味しそうだったのかな。上には何もなさそうですね。あ、このまた上に行けそうですよ。よいしょ。電池が全然ないですね。どっちが進むべき方なのかよくわからないですが、ここよし、こういうとこってなんか落ち着きますね。こう脅威がないというか、オールライダーさんかな。結局あの影の正体も分かっていませんが、あ、ここで誰か寝泊まりしていたようですね。ラジオがあって、なんかあのポータルの舞台裏みたいな場所ですが、舞台裏あ、電池、電池電池手が届かない。ここはいけないんですね。わあ、どっか隠れられますね。ちょっと真っ暗ですよ。前回は電池には困らなかったんですが、今回は全然見つかりませんね。この辺は明るくてよかった。そっか、さっきのとこぐるっと回っていけば、ちょっと壁伝い行きましょう。嫌な音だな。壁伝いに行って行けばきっと、あ、出ちゃった。よし、さあリロードしよう。これでよく見えますね。よかった。よいしょ。じゃあなるべくビデオカメラは使わないで、大事なところだけ録画していきましょうか。こういう明るいとこっていいですね。ノコギリの音が聞こえるよ。これあんまりしゃがんで動くのも意味なさそうですね。さっき結構そっと歩いてたんですが、何か見つかる条件があるのかな。同じ写真3枚、後ろからノコギリの音が聞こえますね。こっちが出口、行きましょうか。こっちは電池ないかな。電池ないですね。なんでじゃんってなる。見えちゃったよ。ちょっと逃げられないじゃない。あはい、はい、はい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 。どっちだ、どっち行けばいいんだ。こっちも行き止まりだしな、戻ってもダメだしな。どっかしばらくここ入ってよたまにあのチロチロリーンとか鳴るのは、あの録画ソフトのショートカットで、多分あの
定のキーを2つ押すとスクリーンショットを撮影してしまうんですが、それの音ですね。ちょっと次から音が鳴らない設定にしたいと思いますけども、なんとかやり過ごせたようですね。右から音がしていますね。でも左は行き止まりでしたよ。ここ行き止まりでしたよ。あ、電池よし。ここは何も ないですね。じゃあやっぱりこっちなんですね。こっちからノコギリの音がしていましたよ。上もよく見ていきましょう。エアダクトは重要です。電池がもうないんだな。あれ、迷子ですね。おねえ、ここは何もなさそう。あれ、ぐるっと回ってきましたかね。ダメだ、とても迷子です。あ、そっか、戻ってきたんですね。で、こっちは来たところですね。で、こっちが行く方のようですが、このノコギリの音はしないですね。ここは明るいので。電池が全然ないよ。ここからぐるっと回っていく。リロード。ダメだ。賢いですね。ちょっと引っかかるとダメですね。よし、もう行く方は分かったので、多分分かったの。分かってないですね。ちょっと はい、これでひとまず安心。電池取る前ですね。どっちに行けばいいんだ。右ですね。ってことは、こっちですね。こっち行って、ここは、骨、ここに電池ありませんでしたっけ？ここではないですね。暗くてもう、こう、迷子ですね。方向音痴のも相まって。ここは君の住処でしたね。ってことはそっから行くのかな。そんな気がしますが。そしていつも先回りしてきますね、君は。賢いですね。君の住処に行けばいいのかな。あれ、開かないぞ。どっちだ、じゃあ。どっちなんだ。こっち来たことありませんでしたっけ。こっちでいいんですか。よさそうだ。よし、音楽消えた。電池を探そう。また電池が。なんかいますね。一人じゃない。音から想像するに見えるだろう。電池はない。想像するにこう便器に頭を押し当てているのかな。失礼しました。よし、なんとか行けましたね。もう逃げるままに走ってたので、こういまいちどういうマップなのかもよく分かっておりませんが、行きましょうか。あれ、なんか全部ビニールで
覆われていますね。あ、ここが破けてます。あまたエアロックですね。よし いいタイミングでチロチロリンってなりましたね今。よいしょ、ここをどかすのかな。あー、ガスが漏れているようです。エアロックということは今までの傾向で言うと、こうだいたい大丈夫、これくらいは大丈夫はい、エアロック解除する場所はナースコールかな。だいたい見えるんですよね。うまく説明できないや。じゃあ行きましょう。よいしょ。ああ、また電池が切れてしまった。今回全然電池がないですね。使い方がまずいんでしょうか。あれ？ああ、真っ暗じゃないか。地面を見て。ナースコール。真っ暗ですね。こっちは行き止まりです。あ、そういえばベッドの中にも隠れられたんでしたね。あ、そういえば走っている最中に後ろを振り向くアクションがあったと思うんですが、ちょっと思い出してみましょう。どうやるんでしたっけね。これジャンプで、あ、これだ。この横を振り向くボタンですね。これ走りながらやると後ろを振り向ける。よし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 。ここ来ましたね。あれ、じゃあこっちかな。もう嫌だ。もう嫌だ。もう嫌だ。ベッドの下。いや、音楽消えて。大丈夫大丈夫、ベッドの下にいるから大丈夫。大丈夫。先にいつも現れる。厄介ですね。走り抜けましょうか。真っ暗でだけど行くしかないんだ。後ろにいるじゃないか。赤い部屋が多分行く先ですね。よし、切って、ベッドの下でどんどんやって、で去った後にさっきの赤い部屋に行きましょうか。やっぱりこう違う敵なんですね。本編とは違う敵なんですね。こっちのベッド見られなくてよかった。
右に行ってくださいな。クリス・ウォーカーさんは出てこないみたいですね。あの赤いランプのついてるとこだと思うんですよね。あ、OK。だから なんとかこっちにおびき寄せないとダメなのかな。じゃあこっちにおびき寄せましょうか。こっちはダメでしたね。こっちにしようか。うわ、ベッドがない。終わった。開いた瞬間出ていく。で、ここだと思うんですが、こっちは何の部屋？もう電池もない、真っ暗だ。ここじゃないですね。ここはバレていますか？さっき彼が行った場所かな。あ、バレていますね。さっきみたいにタイミングよく出られるかな。よし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 。こっちかな。こっちじゃない。Feed me。 同じ手は何度も通用する。あ、どっちだ。こっちかな。開かない。終わった。一回までなら大丈夫。どっちなんだ。あ、そっか、彼のところまでおびき寄せれば犠牲はやむを得ない。いや、彼扉閉めてしまったからな。大丈夫、一回までなら大丈夫。よし、ちょっとずつ攻略していこう。ここが怪しいんですよね。ここの何かだと思うんですけどね。あ、上。よし。上だった。ここにいる間は安全です。なんで電池がないんだ。あ、こっち行ける。よし、音楽消えました。電池がないよ。電池あったら1回で行けてたと思うんですが、真っ暗で上に道があったことも。大丈夫？見逃していましたね。あ、あった。ここでボタンを押して、さっきのところ、お、ドキュメント、さっきのところを開くんですね。オルライダー計画。よし、じゃあ今日はボタンを。You gotta get me killed. Fuck off. 警備員の方ですね。今日はボタンを押して一区切りさせていただきたいと思います。あれ、ボタンがないぞ。あれ、あ、電池じゃなかった。ボタンは、あれ、エアロックにアクセスするためにガスを止める。あれ、セキュリティルーム。出たら鍵をかけられてしまった。一区切りできない。あ、あった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 。
ボタンを押した瞬間にクリス・ウォーカーさんがしたのを覚えているんですけど、そういうのはもうないですね。ボタンがありそうでないんですね。はい、他の方で手を打ってください。なんで私なんだ。ただボタンを押すだけの簡単な作業なのに、右に行きましたね。なかなかできませんね。真っ暗ですね。一回までなら大丈夫。セーフセーフ。あの。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。次回また、ボタンを探して、エアロック解除していきたいと、ガスですね。ガスを止める、手段を見つけたいと思いますので、またよければ、見てくださいね。それでは、お疲れ様です。